私今ですねここにいるんですけど、ワイタンのちょっと北の方ですよね。あのウジャオちゃんから五角町からここまで歩いてっていうか自転車乗ってきてですね、その続きの動画になってます。いやなんかさっき自転車返却しようと思ったら鍵がかからなくてすごい困りましたね。もうアプリでなんかボタンを押したら閉じることできましたけど、ちょっとびっくりしました。前に歩きに来たことあるんですよね、なんかリクエストがあって。ただまあ昔とだいぶ変わってると思うんですけど、もう道の感じがなんとなく伝わるかなと。この道の名前がジャープルーっていうんですか、これ発音がちょっと難しいんですけど、結構ローカルの通り、グルメの通りみたいですけど、もうだいぶなんか昔はだいぶ変わってるんですよね。これすぐそこが蘇州川で、川あるのは当たり前なんですけど、橋がありますね。五角城が結構距離あるんですよ。でもまあ自転車で来たら全然余裕ですね。ゾウ通信者だわ。タオチャーリー変人ウォツンウチャオチャンライチャーリー。まあ夜しか本当外出れないですね。これまだ30度ありますからね、夜でも。やっぱ25度ぐらいまで下がらないと外行くのはしんどいですよね。この建物とちょっと暗いですけど、こっちの建物なんか特徴ありますね。タングルーですか、これ。タングルだっていいのかな、よくわかんないし。これホテルのなんかこれ多分だいぶ前でしょうけどね、これはお茶碗とか洗う人4500円って書いてます。まあこれ多分だいぶ前の看板ですよね。今もっと高くなってるかもわからないし。じゃあなんかビルの開発ですね。びっくりした。上から水、あそこから水撒いてましたね。
っちがグージャー勢の方ですよね。おお、ここまたでっかいショッピングモールとビルができてますね。これもうこういうのできると景色が様変わりしますよね。こっちはまだこれから開発する感じですね。ジャズのビルが見えてます。まあ上海でまだ開発されてない残り見ようとしたら、やっぱ香港地が一番、香港区が一番まだ古い感じが残ってるんですかね。まあだいぶそれでも取り壊されてますけど、あとはあの御苑の裏側のところですよね。まあもう廃墟になってますけど、昔人が住んでた感じがなんとなくわかると思います。あ、もうすぐそこですね、蘇州側。まあ私こっから人民広場まで歩いて、それから帰ろうかな。さすがにこうワイタの川沿い行って帰るのはちょっともう疲れましたね。天童路，天童路。じゃあなんか古いビル、古いように作ってんのかな。もともとこんなんなんかな。なんか確かホテルですよね、これ。でも何回も来てるな。めちゃくちゃ綺麗ですね、これ。多分これ橋のとこ人いっぱいいるでしょうね。通常路ちょっと写真撮りましょう。もう9時ですね。まあでも自転車で来たから早かったですね。
でこっちがルージャージーの方ですね。なんか綺麗ですね、これ。この感じが。こうなんか車止めてみんな見に来てるんですね。ちょっとだけ動画撮りますね。ツイッターにアップしよう。ツイッターにやるときちょっと画質落とした方がいいんですよね。画質いっぱいだとちょっと。すごいな、さっきの男の人。なんかすごいエンジン音で来るなと思ったら、この青いポルシェで来ましたね。めっちゃ若いですよ。まだ20歳ぐらいの男の人ですけど、彼女らしき人とポルシェで来てますね。すごいな。そっか、せっかくだったら、まあ、ええわ、こっちから行こうか。こっちも何回も行ってますからね、ワイターも。なんかツイッターの投稿ってなかなかできないですよね。すごい時間かかるんですよね、なぜか。YouTube よりも。ここ行くの初めてかも分かんないですね、この道。最近なんか携帯の VPN の調子があんま良くないんすよね。まあいつも言ってますけどね、良くないって。いい時の方が少ないですよ。よそ見しながら歩いてたら危ないので。
路地、香港ルーです、香港ルーです。この通り暗いです。こっち工事してるからか。本屋さんですかこれって、お茶とか。ツイッター全然アップロードできないですね。まあいいわ。とりあえず駅に行きましょう。なんか美術館があるんですねこれ。ベイジンドンルーですね。ああ、信号赤になった。なんか撮影してんのかなこれ。テレビ塔が見えてます。こっち行けんのかな、このなんかビルの下。まあ行きましたっけここも。来たことあるような、ないような、ありますね多分。
スーチャンジョンルスーチャンジョンル四川中道、多分あそこ南京東路ですね。どうせだったら南京東路通っていきましょうか。向こうもうワイタンのところですね。テレビ動画見えて、じゃあ南京東路の駅の方行きましょう。平日なんでそんな人多くないっすね。このヨーグルトどこ行ってもなんか上海のヨーグルトみたいな感じで売ってるんですけど、繁盛に行った繁盛のヨーグルトってこれ作ってる工場一緒でラベルだけ変えてんじゃないですかね、各観光地に合わせて。蘇州行った蘇州ヨーグルトみたいな。ここはお土産物屋が多いっすよね。なんか観光客のチャリ流用だれへんと上海だ便利だ。プーライチャリだし流用だれへんと、まあ、私も外地の人ですからね、多いですしワイティーだ。あんたの店なんか見たかったんですけど、前カメラ持って入ったらすごい怒られましたね。リーニンのところは何も言われなかったですけど、まあ、ここカカオフレンズカフェですね。あれでもファイハイチョンルーにあのラインフレンズカフェあったんですけど、今もうなくなってしまいましたね。まあ、ラインもカカオトークも中国では普通に使えないですけどね。私も LINE アカウント持ってるけど全然使ってないですよ。これ今年のあの7月1日の前か6月30日かあれ来た時すっごい人でしたね。
そっからワイターまで1時間ぐらいかかりましたかね。これは全部でも歩行街になってすごい歩きやすいですよね。こういうベンチもあって座れるし、ちょっとコーヒーとか買って夜だったらここで飲んだりできるんで、大丸百貨店。まあこの感じだとそんな地下鉄も混んでないでしょう。五角城からここまで来ましたからね、自転車と歩きで。まあほとんど自転車ですけど、結構疲れましたね。まあでもまだまだ行けるかな。お写真撮っておこうか。明るいな。アップルストアいい場所にありますよね。そこから地下鉄のとこ行きましょうか。そんなめちゃめちゃ人多いわけじゃないですね、この時間。やっぱり週末とかでしょうね、多いのは。いやーでもいい運動になりました。五角城からずっとここまで。というわけでここで終わりたいと思います。谢谢大家，再见。我现在回家，睡觉。